カーミアンシケ、旧称、ドニプロゼルジンシクは、ウクライナのドニプロペトロウウシク州ビリノヒールシク地区にある都市、ドニプロ川の河岸に位置する。都市の高さは、海抜120メートルである。面積は138経平方メートル。人口は249,661人。人口密度は1,809.1人、経平方メートル。資料では、 カーミアンシケとして1750年から見られる。1923年12月19日に市政施行された。市内ではドニプロゼルジーン宿駅がある。首都キエフまでの直線距離は3 6 6トルで、あるが鉄道で4 9 6トル車道で4 1 2トルとなっている。 州庁所在地までの直線距離は2 7トル、鉄道で3 6トル、車道で4 0トルとなっている。ドニプロゼルジン宿の日は6月の最初の日曜日となっている。愛称はドニプロディームである。1936年、秘密警察チェーカーを創設した政治家フェリックス・ジェルジンスキーにちなんでドニプロゼルジン宿に改名された。 2016年5月19日、ベルホーブナラーダは、ウクライナ国内の一部の地名、襲名を変更する決議を採択し、同年6月1日に署名された。これによりドニプロゼル人宿は、カーミアンシケに改名された。ソ連の指導者、レオニード・ブレジネフの出生地としても知られる。ありがとうございます。